サラードラーはイスラエルの女優である。なお、イディッシュ劇場で活躍した同盟の女優は別人。アメリカ合衆国で女優としてのキャリアを始める。1999年、デイビッド・バーカー監督のすべてを恐れてでデビューする。フランスに渡り、2003年、フレデリック・ビドー監督のバリエテ・フランセーズに出演する。2004年、ジャンリュック・ゴダール監督の アワーミュージックに出演、サラエボでの撮影に参加する。美しい街サラエボが、戦火に崩れた姿に涙するイスラエルから来た、ジャーナリストを演じ、同年のヨーロッパ映画賞の最優秀女優賞にノミネートされた。同年からは、イスラエル映画に多く出演するようになり、パリでのソフィア・コッポラ監督の、マリー・アントワネットに出演する傍ら、イスラエルでのテレビシリーズ、 パラシャット・ハシャブアにレギュラー出演している。2007年に出演したイスラエル・フランス合作映画ジェリー・フィッシュではイスラエル映画アカデミー賞最優秀女優賞にノミネートされた。ありがとうございます。